義は中国戦国時代に存在した国。進む文字の国名は、で、祖文字の国名は、戦国七尾の一つ。紀元前453年に、藩、朝と共に進むから独立し、その地を三分した。このため、この三国のことを三進むという。また義は、東西に領土が広がっていたため、東に西、西に旗、南に関と、座へ。 北東に丁と国境を接していた。主婦は安勇、後に仙として大張り。義の子祖は周の武王の弟である筆公高,高である。父、文王をはじめとした周歴代の君主の遺体が埋葬された筆に封じられたために筆公の公と呼ばれる。その後春秋時代に入り、 子孫の筆ンが質を奪われた後に進むまで一族を引いて流れてきたところを進むの文家の極欲の武功に拾われて士官する。その後、時代の健康の下で軍功を挙げたことで、義の地に放ぜられ、以後筆ンは、儀満と名乗るようになった。その後義家は、筆ンの孫の義の頃から徐々に、真の中で力を持つようになり、春秋時代末期の義女の代には政治を行う。 大臣の六夜の一つとなり、紀元前453年に義駒が同じく進むの、大臣の一族である佐藤氏を滅ぼして、藩、長と共に進むから独立した。三神地図紀元前445年に即位した文庫の知性では、内政の利かつ、裁問票、軍事の暮れ木、落羊らの働きで、周辺諸国を打って、国力左官となり、 七尾の中の最強国となった。紀元前403年、藩、蝶と共に諸高の列に加えられると、これより戦国時代が始まる。紀元前396年に文孔が没すと、この武孔が後継となった。しかし、うんじていた、火災の大衆、暮れ木が諏訪へ亡命した。ただ武孔も優れた君主であったため、国力を保てていた。しかしこの頃より、 周囲には、新規開拓の余地がなくなり、領土を広げるためには他国へ攻め入るしかなくなってきた。しかし、戦争はまだまだ続き、国家財政には負担となり始めた。紀元前260年の戦国7億紀元前370年、武功が没すと、この慶応の治世中に、聖の孫品に大敗する。さらに、昭和の変法により、国力を急激に増大させた旗には、 紀元前340年に昭和を率いる軍に大敗して、公害性を失ったため、旗の圧力を恐れて、安優から東方の大張りへ戦とした。これ以降は、国の名前を領とも呼ばれる。ここで、文庫以来保ってきた覇者の座から滑り落ちた。その後、自国の最小であった義人氏にかつて恥ずかしめられた触覚の反証を、 遠行金工作の提唱などで重心に採用した旗から圧迫され、旗への対策では苦しい状態が続く。しかし、孔子のムキコと新良君が、紀元前247年に五カ国連合軍を率いて旗の新興軍を破った。新良君は戦国四君に挙げられるほどの欠物となったが、その後は勝手に軍を動かしたと球断されたため蝶に身を隠した。 後に、義へ召喚されても兄の暗記王の祭儀は深く、養殖から遠ざけられて、叫びたりになり、そのまま死去した。新領君の死後、義は旗に抵抗できず、次々と領土を削られる。さらに、旗王政の知政下となって、ますます強制化した旗から攻められた。紀元前225年、旗の将軍王本に、都の大金を水攻めにされたことにより、義王奥が降伏し、 義は滅亡した。後、新末に義王の子孫である義とが、ついで義表を王として一時復興した。また、漢の文帝の母の薄氏は義王家出身であった。質問冒記。ありがとうございます。